600回、はい、記念でございます。アニバーサリーですよね、はい、本当におめでとうございます。おめでとうございます。600回続きましたか。お疲れ様でございます。この番組ってあれやろ、第1回とかなんか YouTube でえらいまた第1回だけは流れてんやろ。第1回のね、うん、再生回数鬼ですよ。ものすごいですもん。あ、ほんま、はい、それが一番の再生回数あるはずですよ。すごいね。カラオケボックスでやってましたよね。なんか普通になんか従業員の方とか入ってこられてましたよね。そうやね、あの時、うん、やってたんや。ね、スタートはね、そっからですもんね。つるしんさん1位の、はい、あ、つるしんさん長かったね。長かったですよ、つるしんさんは。長かった。お世話になりましたよ。お世話になりました。つるしんの頃は若井隼人も出てましたしね。そうや、若井隼人師匠100回記念がね、確か若井隼人やったような気がするんですよ、僕。で、でその打ち上げで隼人師匠が久しぶりにお酒飲んだことによって、はい、その後の運命が決まってしまったところありますよね。だからあの時の映像が残ってたらどんどん弱っていく若井隼人を見ていけるんですよ。あ、こんなましてもうたかった久しぶりのお酒やったんですね。あれ伸ばしたよ。俺や薄めでええで言うとっから始まったスタートしたんですよね。子供の成長を見てると逆バージョンですからね。どんどん弱っていって死に至るまでが映されてるんですよ。エンディングノートな。エンディングノート。ベンジャミン・バトンの数奇な人生。若井隼人の数奇な人生。数奇でしたね。おもろかったけどな、隼人師匠も。面白かったですね。つるしん、そうですね。つるしんが一番長いんですよね。つるしん2階が長いね、あこ。で、あそう、2階の後に1階のアビコの店。アビコ店も行ってました。アビコさんも。あっこもぼちぼち長かったですよ。僕はやらせてもらいました。ね、1年近くぐらいやって。いろいろ。で、無限大来て。で、またすぐ、わらあな店行って。で、また無限大。これなんか、葛西、遠山葛西みたいな。ローテーションがありますみたいな。必要ですよとね、みんな必要ですよ、ね、みんなありがたいですよ、はい、600回歴史ありですよ、ね、中岡さん初期から僕そうですよ、カラオケボックスの頃はじゃなくて、うん、つるしんさんからですよ。カラオケボックスの頃ってほんと鍋だけやったんちゃう。そうですね、あの時 HTH とか出てませんでした。いや、初期はなかったですよね、ほんまにね。もうそれで何本も撮ってましたよね。そうですよ、ね、当時撮りだめの時とお兄さん森脇兄さんもネタ帳までつけてね、持ってきて途中からアホらしいんかしてそんなもんつけんとだって14本15本撮ってましたもんね。そうや、ほらほんまに楽屋バランスしてましたよね。楽屋ネタ、うん、楽屋ニュースしてありましたよね、当時、うん、そう。今はなんかもう普通にネタも考えてこずになんか来て普通になんかおって喋らせてもてるっていうのがすごい楽させてもらいます。あ、お前だけやぞ、みんな考えてるわ。みんなそれなりのこと考えてるわ。そうなんですか。そうや、だからみんな終わった瞬間みんな卵ブワーあれも芸人、あれも見下げたよわ。もう終わった後の卵の吸い方をそれ一人ずついっぺんな、はい、カメラで宮崎元気の終わった時の、いや行く前の卵の吸い方、終わった時の卵の吸い方ちゃいますね。ちゃいます。もう JT のポスターできますね。小森ちゃんのね、あれここ来たらあんま喋ってるけども、うん、あんな気の小さい小心者がタバコ吸いながらこう考えんにゃ、芸なネタをもうお前だけやこで、ああフリーターがいじめられてたらこっち嬉しそうにな、若手がいじめられたら嬉しそうにするな、なんでその嫌そうに見るんですか。お前いやでもまあ A 客ですよね、うん、僕A 客思いますよ。だけどな、わらあな亭も最近プロデュース。ああ、ありがとうございます。プロデューサーや。女子部どないだろう、その女子部は。え ?8 月12日の女子部は開運亭でやるよ。うん、あの、開運亭、僕の扱いがどうなるんですか。いや、まだまだ、もぎり来いや。もぎりや。もぎり来いや。扱い悪いや。悪いですね。今プロデューサーで申し上げておきました。一緒なんで、まんざらでもない顔になった。あ、もぎりありがとうございます。それ扱い悪いよ。プロデューサー、もっとプロデューサー言うといて、もぎりに。来るな言われるのが扱いええやん。そうですね。あ、僕余興はやったらそっち行って、余興なかったらお弟子さん行かせてもらいます。いやもうそんなどっちかにしてえや、どっちかにしてえや、決めとかなきゃ。そうそうやん。ムリタはもう頼んでんねんけどな。ムリタ何します。え、前説やん。何を向こうの方が相変わらず扱いええ、まあ、もうせや、もぎりよりはせや。そりゃそうですよね。あ、もぎりよりは、まあ、あれまだ前去年前の回運転予定やったんやから前説やって鍋の鍋も歌わせていただきまして、オープニングアクト、ありがとうございます。渋い前説や、オープニングアクトです。15分ぐらい前説させていただきました。あれ小学やるな。あれ良かったですね。なるべく絶対ワンコーラスしか歌わせてくれないお兄さんがフルコーラスで歌わせてくれて、フルでいけと、で歌ってる途中で、あ、ワンコーラスでよかったな。
おわんこーラスお客さん、お客さんええじゃないですか、ええお客さんやからもう1番の出だしから手拍子パーンさせてもらったら2番の時に悪いなー感想がな、なんか踊れたらええけどな、そうですね、ああいうとこな、ね、ないしな、何でしょう、3番でもずっと手拍子ずっとしてるで悪いな、この後ぎょうさんなんか笑ってもらわなあかんのにってだんだんきつつなーなっていくわけだな、ワンコーラスやわ、あれワンコーラスやわ、また今度やんだあれ俺も正月やるからはい、ね、俺は来年俺やるで、あ、いよいよ来年やりますか、ゴールディーグは中村のやるで、おー5年経ってます、え前から、ね、前は25周年やってんけど、うんうん、今度30周年目やね、はい、目か、あ、なるほど、いろいろあんねん、数えとか、数えとか万とか今度30年目やね、今度30年目や、ね、目やからちょっと早いか、前倒しやね、前倒しやね、なんかそれ金の揺る用事でもできたんですか、そんなことはいいな、タイミングとしてタイミングとしてハーレーとか買うの、そろそろもう45年ハーレーとか買いたなるやん、無事になるもんな、女子部終わりやんか、走ろうと思う、うん、はい、1年経ったら終わりやろ、うん、はい、ほな俺の計算で言ったら、はい、1年経ったらあいつらもちょっと売れてるんちゃうかなと思って、そこで晴れ着さそう、いいですね、晴れ着さして、はい、でまあ、ちょっと僕と一緒に、はい、女子部を出して、女子部振り袖でしょ、正規軍何着せてくれるんですか、ほら、まあ、別に、うん、この前の格好でこの前のって黒スーツですか、黒スーツで、でまあ、席案内は宮崎元気をリーダーにして4年前と変わってないじゃん、4年前も俺たちは晴れ着が増えただけじゃないですか、4年前と変わってないですよやってることは、でまた前説また森脇健児クイズでしょ一緒やない4年経ったら忘れはんねん、お客さん、まあ、忘れはんねん、それはもう3人さえも押さえてるしあれはあの川島翔馬さん、翔馬君ちょっと回れて、今度は渡辺フラワーに、渡辺フラワ ー、 すごいじゃないですか、翔馬と、あ、翔馬ちゃん、の3人さんと渡辺フラワーさんと、うん、そこでは歌わせてくれないんですか、そこでは僕たち歌わせてくれないんですか、そこまであの鴨がいて歌ってくれ松宮さんへお越しください追っかけの松宮さん松宮さん言って鴨川で今から歌っていただきますみたいな誰もね懐かしいわ見てくれ、ま、懐かしいわそれ関案内は宮崎元気やぞいや宮崎は謎のノートあれを見ながらねやらんね大席最高やねバッチリやね妙な緊張感がねあれ関案内元気とお前誰やってたまさみ兄さんと HTH と美和くんとあ俺何やってた僕はあの物販あのこうちゃん、こうへいくんよく置いて、ね、T シャツを販売あとダメだに本売ってた僕は途中森脇さんとあのそうダメ俺と一緒にトークショー、はい、絡みましたあとな、ね、なんとなくその辺にいてましたなんとなくお僕から全体を見ながらおあれはこんな宮崎元気が、はい、あれも元気ちゃうで次の日は開運亭でまたトークショーをするというね、うん、もうそのパターンがあるわけよ2013年ゴールデンウィークいいですねあもう決まってるんですねやるよもうもう30年目ということで30周年やね30年、はい、ほな再来年30周年やる可能性もなきにしもなきにしもある調子よければ調子よければ調子よければ様子見やん様子見僕ら今のフルコーラス歌わせてもらうぞって言うてて、フルコーラス歌った実際一番でやめたかったっていうまあまあだから様子見でなるで、ね、めっちゃさばけたらこれ次まだいけますよみたいなね引っ張っていくと、この中村ローでやるっちゅうのは値打ちやからね中村ローできます僕最後の方やることなくなって最後の方ね中村ローの方のお手入れ来たお客さんドア開けるからやってましたからそれを多分どうぞ言うて、はい、でも仕事してるふりせんとなんか周りの目ありますやんだからやってましたまあ今回でもね女子部もいてくれるんで、うん、華やかやないかなとそのあたりのお客さんなんかまたそうやろまた新規でああ中村郎にあそうですねということでまた詳しくは、うん、楽屋話などにまずは8月22日中尾君がもぎりやりもぎりよろしくお願いしますんでまず最初に会うのは僕ですよろしくお願いします12日はい600回でした。とんでもった。600回とんでもってますよ。お前。ありがとうございました。600回や。